右側の上下方向に長い青線が、柏崎千葉構造線。柏崎千葉構造線とは、新潟県柏崎市から千葉県に至る大断層線である。1886年にホッサマグナを命名したナウマンは、ホッサマグナの登園を、新潟県直越と神奈川県平塚を結ぶラインと考えていた。しかし次第にもっと東ではないかと考えられるようになった。 1970年に山下のボールが柏崎と千葉を結ぶ線が登園と推定する新越望豆大説を発表した。1976年には棚倉構造線が登園とする説が出された。1988年には加藤吉樹が上越調子線を発表した。その後も諸説出され登園は確定していない。2004年の新潟県中越地震ではこの 構造線が原因ではないかと念のため考えられ、また実際そのように考えた市民も多かったことから、調査が行われた。しかし結局関連する証拠は見つからなかった。周辺にある浅間山、春名山、草津白根山、赤城山などの火山灰と、利根川流域河川の河川堆積物に阻まれ、西園の糸井川静岡構造線と比較すると、実態の解明は進んでいない。 A 級活断層の定義どころか C 級活断層の定義にも全く当てはまらないので活断層ではないとされてきたが1990年代以後犯行調査が行われ群馬県東部の大久保断層と大田断層は B 級断層の活動性や断球形成史を有しているとする見解がある。活動歴の解明は進んでいない。ありがとうございます。